紀元前は、記念法において期限よりも前の年々を表現する方法である。紀元1年の前年が、紀元前1年であり、過去に遡るたびに、紀元前2年、紀元前3年、と、数値の絶対値が増加する。現在の日本で単に、紀元前といった場合、通常は、西暦の紀元前を指す。この記念法は、 天文学的記念法による西暦とは一年のずれがあることに注意しなければならない。西暦の紀元前であることを明示したいときは、西暦前、西暦紀元前、キリスト紀元前などという。英語では BC といった形で使われるが、キリスト教との関係から BC からブスへの切り替えが広がっているに切り替わっていっている。天文学などでは、紀元前を用いず、 ゼロ及び複数を用いた、西暦年数が用いられる。この場合はその年数が期限前の年数とは1年だけ、ずれることに特に注意が必要である。例えば、ユリウス通日の起点は、期限前4713年1月1日、正午であるが、これは、西暦マイナス4712年1月1日、正午のことである。期限1年から1年ずつ遡り、 紀元前1年、紀元前2年、紀元前3年と年数を逆行させて故障する。この記念法は17世紀のフランスイエズス会の神学者、ディオニシウス・ペタビウス、ディオニシオス・パトビアス、別名、ドニプとの発案によるものであり、18世紀に一般に広まった。西暦紀元前は、本来はイエス・キリスト青年前として定義された。ただし、現在では、 イエス・キリストの少年が、西暦1年だったとは考えられていない。様々な説があるが、紀元前7年、紀元前4年頃というのが、定説である。ペタビウス以前にも、ベーダやスレーダヌースなどが個別の年号について使用した、例、1474年に、ケルンの一修道士が使用していた実例が、知られているが、いずれも、部分的か孤立した例に過ぎなかった。 これに対してペタビウスは体系的に使用しており、しかも彼は全ヨーロッパに広く影響力を持っていた年代学者であった。従って彼をもって創始者とすることは間違いではない。天文学においては期限前を使用せず、その代わりに西暦に例、または不記号をつけて用いる。その理由は期限前の年数を用いたのでは、整数の演算規則に反することとなり、 西暦1年をまたぐ年数計算が面倒になったり誤りが起きてしまうからである。天文学における記念法では、紀元前1年は西暦0、紀元前2年は西暦マイナス1年、紀元前3年は西暦マイナス2年と表現されるので、キリスト紀元による紀元前に比べて絶対値が1だけ少なくなることに注意を要する。 例えばカイサルが暗殺された紀元前44年は、西暦マイナス43年である。天文学的記念法が準拠する数直線、例、紀元2年から紀元前4年までの年数の算出法、ヒキリスト教徒に配慮し、例えば、英語ではアンのドミニオとし、紀元前をビフォーコモンエラ BC と言い換える動きがある。日本語では紀元や西暦など、 そもそもキリスト教的な要素がない語を使うため、日本ではあまり問題にならない。ありがとうございます。